まず、試合期間終えましたけど、今の率直な気持ちをお願いします。いや、また、はい、始まるんだなという、はい、引き締まる思いです。今年は、選手会長として前の方を叩いておられましたけど、どんな思いで、何を祈願されましたか。いや、日本一を、はい。選手会長として、新たに、気持ちの変化とあると思うんですけど、その辺いかがでしょうか。とりあえずは、はい、何をやるかあんま分かってないんで、勉強しながら、はい、成長していきたいなと思います。久しぶりに、今日は選手全員揃いましたけれども、実施を終えた選手たちの、顔を見て、感じるものとかありましたか。いや、はい、またお久しぶりですっていう感じです、はい。なんか結構体大きくなった選手だったりとか、はい、顔が、こんがり焼けている選手だったりと思うんですけど、はい、その辺とか。いや、松田さんがやけに黒いなと、同じ時期に帰ったのにやけに黒いなというか思いましたけど、それ以外はあんまり変わらないかなと思います。今日たくさんのファンも詰めかけていましたけれども、はい、期待、V2 の期待というのはすごくあると思うんですけども、はい、最後キャンプに向けて、勢いをお願いします、はい。いや、もう日本一になるために、はい、しっかり、調整していい状態で開幕まずを迎えられるように、それだけ考えて今思ってます。すいません、以上です。ありがとうございました。では、はい